5月、6月でしたっけね、横浜市長の大会ではネモ先生がどうでしたっけ、当たりましたっけ、最後までもつれて、この道を進むのみ、5位ぐらいでしたね、確か別の方ぐらいでしたが、そうでしたね、ありました、はい、ありました、我が身に酔いしれるがいい、ラウンド1ファイト。その先からもまた少し変わってはいいでしょう、まずは下段を攻める梅原龍、ここは勝利と決めている、しかし投げたのはネモ、出したキック置いていく、これはここは投げ届かず、中足竜巻、おっとここで信号を使ってきましたね、さあ第3波動は確定を取りやすいが空中くらいで一旦逃げる、さあサウスレ教官発動、これはもうカウンター確認のシャーム教官につなげてトリガー、レイヤーアクトが良いというのは非常に一つの大きなポイント、中段一つ、二つ、そうだ、今度はシャラミ教官を本気に使ってきた、爪やりで仕掛けるネモだが爪やりがめり込んでしまったというところ、ライファンオールダー一回距離取りつつ、シャラミ教官また行く、見ている、さあ、ダイパンが入ったが、ね、オールバーが取らず、中なら取れたかな、それは勝利拳、ここはガードしている、大中大の EX バルセロナ、勝利を打っていく、まだあります、さあ、中段止めて、さあ、これ発動したコンボが入ればわからないですね、わからないです、さあこの距離でどうするか、立ち台が対空になっている、さあ前に歩いて、危なかった、中キックが当たっていれば死が見える、今のはトリガーが行動制限に引っかかりましたね、なるほど、さあハロー打って中キック発動、ここは中足読めていたか、あの状態になるともうリーチの長い爪の方が倒しきれると、ね、ここまでは強いということですね、さあどうだ、投げたのは梅原、投げる、はい、初盤から下がるが梅原は5番で割れていた、さあ中5ステップやっている、大大大大昇竜の最後ここは真空波動、スライディング先端の距離で竜側は先端をガードするともう、まあ、弱小竜は確定するぐらいで安く済むポイントなんですけど、梅原さんがそこの距離をちょうど垂直でフルコンを叩き込むっていう根元の作戦の逆手をついた、2人だけしかもう分からないような第4位パッと見は直ってきました、これは半径うまく地上コンボを決めた、ここは1台が見込んでいる、大ファンタスマキー投げる、さあシャーミンダイブダムティックがめくりガードホール勝利、やっていくが歩き投げ、さあここ押さえの V トリガーでフォローしたが勝利で返していく、まずいよ、さあ多少キック、どうだ発動している、大キック勝利、入れ込みにきっちりチョキックで反撃していますね、さあ波動一発打っていってずらして下段、ダイマスも入っている、投げる、さあそして中盤を突かされてからの中ボス、大中が EX さつまき EX 勝利、完璧でしたね、しっかりと倒しきった梅原、強すぎましたね、強すぎましたね、これはこれは強すぎました、いやーといやーもう何も